夏の前に確認、水辺に潜む危険です。まもなく県内の学校も夏休みに入り、海や川などに遊びに行く人が増えますよね。そうですね、はい、本格的な夏を前に水辺の事故から身を守る方法などを今日はお伝えしていこうと思います。まずはこちらのグラフをご覧ください。こちらは宮城海上保安部がまとめた過去5年間での海での遊泳中の事故件数です。やはり夏に事故が集中していますよね。はい、そうですよね。今年は仙台で14年ぶりに海水浴場が再開されますし、遊びに行く人も多いと思います。どういったことに気をつければ良いのでしょうか。海での事故の特徴や対策を専門家に聞きました。水難学会で理事を務める阿部淳さんです。阿部さんは小学校などで安全教室を開いています。事故に遭うですね、現場によく私たちも調査で伺ったりするんですけど、もう特にですね、水深がいきなり3メーターになるとかってなくてですね、特にこの顎から鼻までの15センチぐらいの距離がですね、こう水深変化がここだけ変わるだけで溺れてしまうということに。では事故に遭った場合の対処については。呼吸を維持するための努力をしないといけないんですよね。その努力って何かっていうと、背浮きの状態、それにラッコのような状態になればいいだけなんですね。本当10分とか15分だけ水面に留まってもらえれば助かるんですよね。だからそういうことを考えて行動していただければいいかなと。事故に一方で事故に居合わせた人には3つのやるべきことがあると言います。周囲の人に知らせる、例えばそれから119番通報をする、それから浮くものを投げてやるということですよね。それらがやっぱり近くにいた人、バイスタンダーと言われるですね、事故の現場に居合わせた人がするべき最優先課題になりますね。また一般の人が自ら水に入って溺れた人を助けることは極めて危険なため避けてほしいということです。自然が相手ですから本当に注意しないといけないですよね。そうですよね。注意しなければならないことの一つに離岸流があるんですね。はい、離岸流とは海岸付近の波が沖に戻る際に起こる急速な潮の流れのことです。実は私も去年この離岸流体験しました。はい、わずかな時間でもどんどんと流されていってしまって、岸が、ね、離れていくので非常に怖かったですね。そうなんですね。海は突然深くなってそこに足がつかないなんてこともありますから、一瞬の油断が命取りになるということなんですね。はい、改めて事故現場に居合わせた際にやるべき3つのことを整理します。1つ目が周囲の人に伝える。2つ目は119番通報する。海の事故の場合は118番です。3つ目が浮くものを投げる。この浮くものを投げるというのは呼吸を維持させるためにも非常に大切になってきます。そうなんですね。そして助けに行くというのもしてはならない行為なんですね。はい、溺れた人は冷静な行動を取ることが難しく、救助者を巻き込む可能性もあります。はい、決して助けるために海や川に飛び込まず、通報したり浮くものを投げることなどが大切な救助方法になるんですね。ところでこんなデータがあるんです。はい、海での事故について過去5年間の発生場所ごとの人数です。合わせて14人に上っていて、すべて遊泳禁止の場所なんですね。遊泳禁止のところだったんですね。はい、そうなんです。はい、去年6月に当時は開設されていなかった深沼海水浴場で2人が海水浴中に溺れて、うち1人が亡くなりました。海水浴をするなら遊泳が可能なところでというのを守らないといけないですね。はい、